最近鏡なんでそこおいや、じゃあこれさ、なんか、あの、前鼻毛抜き寄った時にね、なんか、あ、ここで抜き寄ったんかなあ、なったか。なんかどっかで鼻毛抜き寄った時に、なんかメイクさんみたいなのが、分厚いこれ貸してくれて、あのなんか、あるやん。こう、こういう、こっちが普通の鏡で、こっちがなんか倍、倍率が違う鏡みたいなのと、なんかメイクさんとかって基本線のもっとっちるかど、部屋貸してもらって、そう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 。めっちゃ抜きやすくて、え買おうと思って、拡大鏡。あ、それかなそうそうそう。 買おうと思って、で、Amazon で、なんかちっちゃいハ,ハンディタイプぐらいのやつ、ポチって押したっちゃう。そしたら、これ、あの、Amazon あるあるなのか、バカあるあるなのか知らんけど、あの、想像の100倍ぐらいでかくて、いやあの、でっかみたいな、な、なにこれってなって、でっかみたいな、なって置いてるここに、どうしようもないから、え、でっか <laughs> と思って、<laughs> でも光る、あ、光る、別に光らんでいい。そう、えー、なんか、かといって、どうやって捨てていいかもわからんし、なんか、買ってすぐ捨てんのもちげえかなと思って、 置いてる。一旦ここに。だからちょうどネオンがここの赤青でね。ほら,ほら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 。かわいいっしょ。これで置いてる。いや、ハンディって書いてあったったい普通に。嘘やろ。まあ、ギリハンディや。めちゃくちゃやろ、マジ。<laughs> 女の鏡か。仮にね、女の鏡やったら俺、ここに置いとんのバカやろ。普通。めちゃくちゃ間抜けだろ、お前。配信外に固めるで。どうする俺がビューって外メ映したら、全部女の部屋やった。ここだけが、ここだけがそうなっとって。ここだけが男みたいになっとって。もう、 全部西野カナみたいな部屋で撮ったらどうするもう全部フリフリ全部白で全部がフリフリでハートとか全部ついとったらすごいよわ <laughs> からんよ可能性あるっけんねあ、まあ、でも俺もそのイメージあるな基本的になんか女の子がするイメージあるなんでだ、ね、えでも男の人を外っちゃうきっとえしてないんかなえ匂わせなんだなんか匂わせって何なのそのそもそもえど,どういう思考なんだまずどういう思考なんかうんなんでちょっとひもとこうぜ 気になるわ。承認欲求。承認欲求か。なるほど。承認え、でもさ、承認欲求満たされるんそれ、知って、まあ、満たされる。まあでもその、まあ、悩むってことはわからんってこと、そういう知らんだけでバカほどに匂わせ,匂わせされてそう。俺が鍵ってないだけ。マジ。教えて。俺のにわせ見つけたら、俺も一緒に鍵に行くくん。 女はマウントかなあー、マウントかー。おいおい、髪型どうしたんだ髪、お髪切った。いいやろ、これ。かわいくね。結構気に入ってんの。昔やっとって。そう。でもさ、マウントってさ、男もあるやん。男同士のマウント。で男同士のマウントってな、なんか、もうちょっとわかりやすいもんな。仕事とか、なんか、なんか年収とかやなんか、わかる。なんか、もうちょっとなんかさ、わかりやすいもので、なんか取り合うよ。大学、学歴とかさ、そう、時計とか、車とか。 なんかそう、あるよな、めっちゃそういう、そうそう。えー、まあ、どっちも、まあ、お男も女も、まあ、多分そういうのするんやろうけど、っていうことよね。多分、物で見えはるのが男で、物以外の物で見えはるのが女の子なんかなとか、うっすら思っと。そうなんか男はも物で見えはる。基本的になんかなんか気がするな。<laughs> 男のマウントは戦士みたいな殴り合いで、女はアソシ。あ、わかる。闘技場で、ただ、男のマウントって闘技場やん。<laughs> おらーっつって、あの、あの、なんかなやったっけ、あの、 なんだあのなんか戦うやつ全然あ殺せよ殺せよそれ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 殺せよだ俺もうポケモン殺し合いもしか,出てこんかってないポケモン殺し合いもくそああグラディエーターなそれなそれそれブランドでマウント取ってくる人の対処法を知りたいブランドでなんかブランドでマウント取るやつってそのかミッともないそのなんか対処法っていうかそのだって別にブランドがすごいなんか別にミッともないあとなんか若いとやりがちやな、ね、いそれってなんか俺もなんか昔なんかこう謎にハイブラとかなんか い行きたいとかやっぱさみんなあ憧れるやん俺もや中学校の頃とかさやっぱ例にも漏れずさパチモンのヴィトンの財布とか使ったわけわかるなんか,なんかそういうのあるやん,ん中学生の時とかってパチモンのさなん,かなんかブランドの財布で生きったりするのの,の多分延長線上っちゃあれで本物欲しいってなってそうでなんか当時それで憧れがあって俺もなんか生きよったやっぱ20代前半に。 前半とか行ったりすげえしちょったんやけどなんか結局なんかなんだろう人次第というかなんかマジですごいやつってあんまりそうじゃないのそうなんかマジで金持っとうやつとかなんかもうなんかマジでもうめっちゃイケとうやつとかってなんか無事結構無事とかそう GU とかなんか本当に金ある経営者とかってなんかあそこのお土産物屋さんで買いましたみたいな T シャツ着とっちゃうなんかそっちの方がかっこいい こいよなと思い始めてなんか普通にそうでなんかそうそれでやめたな,なんかそういうあと俺あの1回に同じブランドいっぱいつけるのめっちゃ嫌いなよなこのなんか俺あのこだわりちょっと強いけんなんかビトンのサングラスかけとうのにグッチのバッグ持ちたくなんかわかるこれってでも日常的ににつけけるるもの一個ハイブラにした瞬間終わるわけよ例えばピアスがなんかビトンやったらもうピアス外さな 俺の中ではもモモヤヤするとあ今、ヴィトンのピアスつけとうのに、なんか、グッチのリュック背負ってしまっとうとかって、なんか嫌なんよ、すごい。やっけどなんかそれも嫌で、なんかちょっとずつ、ピアスやめようとかしていったら、なくなった。そのなんかじ、自分の周りから。 そのなんか、そう、ハイブラがなくなってしまった。そう、なんかそれやっとったら。<laughs> っていう、なんか結局なんか、その、こだわりが強いやつとかって、そうやってファッションに縛られてしまう。わかるなんか、このピアスつけそうせいで、このリュック、からえん、みたいな。ピアスに縛られて、リュック、えなんか、ピアスがリュック決めとみたいなもんや、それ。要は、俺が決めとんじゃん。ピアスが、そのリュック嫌やわって言っても、なんか、同じに、な気がしてしまって、なんかそう、俺今、奴隷やんと思って、なんか、やめちゃったかも。 そういやとはいえ、<laughs> そう、っていう話を、俺、この前、なんか、めちゃくちゃバーで、いクソ生きりながら熱弁しとったっちゃけど、プラダのセットアップ着ながら喋っとった、俺そ、そ <laughs> んで、え、お前、それ、プラダやんって言われて、クソ赤面しながら帰るこの、このボール、ボクソ生きりながら、俺、プラダのセットアップって、お前、ダメやろ<笑>,笑わせんな、お前って言われて、お前、プラダやん、ダッサって、急いで帰った。そう、あ、帰るわ。うん、それ、シラフで、いや、そうや。<laughs> あ、そう、パジャマだな。 そう,でもなんかそういうのもあってなんかこうハイブラのものとか探すときになんかどれだけっぽくないものを着れるかみたいなのがなん自分の中か、そっちがかっこよさになったこうなんか、ロゴドカーンよりもえ「えあこれディオールなんや」とかわかるなんかそのめっちゃよく見てえ「えそうなんや」みたいなのってかっこいいやなんかなんかそっちに普通になんかシフトチェンジなんか、全然わからんわみたいなっていう。 ロゴドンは25枚。まあ、れはなんかすげえわかる。あとなんか、ちょっとやっぱなんか、安く見えてしまうよな。こう着方にもよるけど、もったいないやん、すごい。なんか、キャッチ感が <laughs> 出るというか。なんか、すごいキャッチっぽくなるんよな。なんか、ロゴドカーンになると。そういや、表参道っていうか、それこそ歌舞伎じゃない歌舞伎六本木はやっぱね、ロゴドンを結構よく見るな。六本木で歌舞伎の方が多いかな、やっぱ。新宿はめっちゃ多いな、ロゴドン。よう見る。あさぶ、でもあぶはね、意外とね、 意外とおったりするやっぱそのあの無地ムキムキがあるとその麻布とかって意識も高いけん筋トレいっとんのよやけん逆に無地ムキムキがいっぱいおるそのわかる黒髪無地ムキムキヒサロがおるわ結構いっぱいマジで結構多い麻布とかそっちはそう麻布ブ本物,の本物の金持ちが言っていいそうそうそうにそうとかそういうマジレイヤー違う本物とかが歩いておけん意外と違うんよなそう 新宿以外の広いああへえあんまイメージなかったなあいるか銀座はね外国人がそうや銀座にある外国人が結構ロゴトーンだそうなんかそのイメージある今日ハ半グレみたいですね言葉とか選んでもらっていいで麻布十番とか六本木はからさまだけどエビスとか広は全身ブランドばっかああなるほどねいるのか襲ったエビトンの歌とか着てるやつはガチだいやーあのねー そんなことないぞ。あ、あのー、単発グレー職業系が多いけん。やっぱ東京とかって、その単発グレーがめちゃくちゃ来と。やっぱ、え、てか、むしろ多いぞ、その中。あ、なんか、なりきんっぽいやつ。多い多い。結構多いと思う。え、まあ、もちろん、クソ本物もおるっちゃけど。クソ本物もおるんやけど、そうそう、なんかビ、ビトンのアウター祈とうはわからん。結構難しい。すげえ稼いでるからな、ね、やっぱ。そこら辺って。